はい、今日はね、不倫しやすいお母様方についてねお話しさせていただきたいと思います。ね、こういう考え方とかこういう行動をとっているとちょっとやばいですよっていうのをね、ちょっとまあ知っといていただけるだけでもね、まあ、大きな間違いにならなくて済むかなと思います。では始めていきますね。はい、それではね、今日は不倫しやすいね、あの奥様方の特徴ということについてねお話しさせていただきたいと思います。ね、まあ、男性もそうですけど、まあ、もちろん女性もね、あると思います、ね、で特にどういう方がね、不倫とかに行きやすいかっていうののねちょっと特徴をね見ていきたいと思います、ね、で今日は、まあ、奥様方編みたいな感じになりますけども、やっぱしね基本はねこの旦那様と奥様のねこの夫婦関係っていうのがやっぱしすごく重要になってくるかと思います。やっぱし夫婦関係がね良くないっていう場合はね一つ問題ですよね。やっぱしずっと喧嘩しているとかね、まあ、あとはもう家庭内別居であるとかね、もう無視してるよと、または、まあ、DV なんかがあるよっていう場合は良くないですよね。やっぱしもしそれでお子さんなんかもいらっしゃったらね、子育てにもやっぱり支障が出てくるかと思います。やっぱし夫婦関係ってむちゃくちゃ大事だなと思います。まあ、私もね同じことが言えると思うので、まあ、基本やっぱしねお互い何か原因ってあると思うんですね。基本やっぱし自分の意思を通したいとか自分の考え方を通したいっていうののねぶつかり合いになるとやっぱし良くなかったりしますね。まあじゃあ妥協すればいいのかって言ったら、まあそれも一つね問題かもしれませんけども、一貫性のねあるような考え方があればいいんですけどもね、まあこれだけはちょっと良くないことがあるで、これだけは譲れないっていうのが、まあ、あると思うんですけどもね、まあ、そこなあなあにしない方がいいかと思います、ね。まあ、ちょっと難しいことですよね。もう自分だけじゃなくて相手のこともあるわけですからね。やっぱし価値観とか考え方とか行動ってやっぱし違いますし、言ったからって言ってねすぐ変わるかって変わらないですよね。相手を変えようと思ってこっちがいくら努力しても相手は全く気づかないとかね、そういうことも多いと思います、ね、自分が変わったら相手が変わるかなと思っていろいろ努力してるんだけど、やっぱし相手気づいてくれないからもうね自分の価値観が全然満たされないとか自己肯定感が満たされないという方も多いかと思うんですね。でそのままずる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 いっちゃうとやっぱし家庭崩壊とか良くない方向へ行っちゃいますのでね、まあ、それについてちょっと見ていきたいと思います、ね。まあ、まずはやっぱし外見ですよね。見た目っていうのはすごく重要視されます、ね、ちょっと服装とかが一つあります。露出が多くなるとかね、もしくは化粧のなんかねすごく派手になるとかもそうですよね、まあ、あとは、まあ、露出が多いとかも一つそうですよね、まあ、ミニスカート履く人もまあ中にはいるかもしれないし、ちょっとまあ胸元がねちょっとオープン気味になる方もいたりしますね。まあ、夏場なんか特にそうですよね。あとはまあ下着がなんか急に派手になってきたっていう場合はちょっと危険信号というかイエローカードになってきますよね。でまあこういうことからあちょっとおかしいなと思ったらすぐ軌道修正できる方はまだいいんですけどもね、このままことずる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 いくパターンもありますからね。でこれですね、あとはまあ生活環境の乱れですよね。もう掃除しないとかね、なんかほったらかしとかやりっぱなしとかね、で最低限やるべきこととかやらなきゃいけないことももうやらないとか後回しになっちゃうとかね、もうそうなってくるとだん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 ね悪い方向へ行きますね。だんだん部屋が汚くなってくるとやっぱり雑念って湧きやすくなるわけなんですよね。冷静に考えたらねおかしいなとか、あやっちゃいけないなっていうことが分かってたとしても、だんだんそれがなあなあになってくるとね、まあちょっとぐらいいいかっていう形になってきたりします、ね、それがどん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 エスカレートしていくわけなんですよね。でそのうちにだんだんね、なんか新しい刺激とかね、なんかやったことないことをやってみたのかなとかっていう風にもなります。悪い方向での雑念ですよね。まあいい方向でね、やったことないことをやりたいっていう挑戦のものであればいいんですけどもね、なんかまあ悪い方向へ行くんであれば良くないっていうので、まあちょっとね、整理整頓とかした方がやっぱしいいと思います。定期的にね、部屋の掃除とか、まあお家の掃除なんかもそうですよね。そういったのは、まあ、ぜひやっていただけたらと思います、ね、部屋がやっぱし綺麗になっていくと雑念って湧きにくくなりますから、元気の気っていうのもね安定します、ね、そういうのがあります。まあたまにね完璧主義者で何でもかんでもきっちりするっていう方ですね、そういう方も中にはいます、
でそういう方は家事も育児も仕事も全部ね、なんかパーフェクトにやっちゃうっていう方いるんですね。素晴らしいんですけども、でちょっと息抜きしたいなって言ってね、ちょっと割り切っちゃうわけなんですよね。でちょっとね、不倫とか浮気に走っちゃうっていう方もまあごく少数ですけどもね、やっぱしゼロではないんですね。でそういう方ってね、何でもかんでもね、きっちりきっちりしてうまいことやりすぎちゃうっていうのがありますけど、やっぱし心が満たされてないっていうのがあるんでしょうね。まあこんだけ家事も育児も仕事もねちゃんとやってるのに、やっぱし旦那様とのコミュニケーションがうまく取れてなかったりするとね、他へねちょっと気がそれてしまうっていうことがありますよね。まあね、私も人のこと言えないからね、まあ、そうさせてしまってる自分にもやっぱし原因があるなっていうのがあるから、まあ、奥様だけが、ね、問題かってはそうじゃない場合もあります。旦那様とのコミュニケーションとか、旦那様が、まあ、普段ねこうやって家事とか育児とか仕事がね、妻がしっかりやってくれてるわけですよね。それに関して当たり前っていうような考え方がね、続きすぎちゃいますと、やっぱし奥様のね自尊心とか自己肯定感っていうのがやっぱし落ちてくるわけなんですよね。もういいかなとか、もう こんなここまでやってんのにとかね、なんか感謝の気持ちっていうのがあったりすればまだいいんですけども、なんかやってもらって当たり前っていう考え方であればやっぱし良くないなっていうのがありますよね。まあ私にもね言えることですよね、それはね。やっぱし寂しくなったりとかね、まあ心の乱れっていうのがやっぱり出てきます。まあ男性も女性もそうですよね。まあ男性もまあね、外会社行ってとかしてね、まあ働いて家族のためにってまあ働いてるわけですよね。でまあ家に帰ってきてね、まあ奥様とか子供さんがいらっしゃるけども、まあお帰りの一言もなかったりとか、お疲れ様とかね一言言ってくれるだけでなんかホッとするのにね、そういうことも全くなかったりするっていうご家庭もありますね。まあ、そういう場合ね、旦那様なんか何のために仕事してるのかなっていうふうにもなったりとかするからね、そういったところもお互い様なんですけどもね、まあ、ちょっと一言あると、ね、旦那様にとっても、ね、嫌な気分にもならないし、相手のことを、ね、気遣うっていうことがお互いができてくればねいいかと思います、ね。まあ、ちょっと心が乱れたりとか寂しくなると、まあ、ちょっと下半身が乱れるっていう方も、まあ、男性も女性もいるかもしれませんのでね。であとね、まあ、やっぱしね、旦那の愚痴とか不平不満とか不仲ね、これやっぱ良くないですよね。やっぱし行き着く先はね、自滅したりとか離婚の原因になったりとかしますね。もう離婚もね、ほんと3人にね、一家庭ね、3つあれば一家庭も離婚しちゃうっていうような現状が今ね多いですよね。やっぱしお互いのコミュニケーションとかがねうまくいってないんかなっていうのがありますね。であとはまあここですよね、まあ、女性だけの、まあ、旅行とかね、まあ、あとは同窓会とか、まあ、この PTA の、ね、役員会とか、まあ、あとジムとか習い事、ね、こういうのはなんかイベントがある時ですよね。そういう時に行った異性との出会いっていうのが、まあ、ありますよね。もしかしたら、ね、女性だけの旅行行ってた時になんか旅行先でね、言い方に巡り合いだとか、なんか怪しい関係になっちゃったとかっていう方ももしかしたらいるかもしれない、ね。同窓会でも昔好きやった子がね、さらになんか見違えて良くなってるとかね、なんかそこがきっかけでなんか付き合うようになっちゃったみたいなね、そういうのもあるかもしれません。あと PTA なんかもそう、大体男性がね PTA の会長になるんであればね、奥様はその補佐についたりとかするわけでね。でまあ何か目的ごとを達成させることによってね、なんか変に愛情が芽生えちゃったっていうパターンもあったりしますね。あとジムなんかもそうですよね。インストラクターの先生とまあ自分がね、まあいい関係になったっていう場合もあったりします、ね。あとは習い事も同じようなことですよね。っていうのでまあなんかイベントがあって出会いが出てきたっていうことがね、一つきっかけになる場合もありますし、今やったらね、SNS って言って、まあ、Facebook とか Twitter とかね、そういったので知り合うっていう方も、ね、いらっしゃるかと思います、ね。まあ、あんまりのめり込みすぎない程度でね、あお久しぶりっていう挨拶程度とかね、そういうぐらいで済めばいいんでしょうけどもね、あんまり、まあのめり込みすぎたりとか、ね、しちゃうと良くないなっていうのがあります。あとはまあここですよね、まあ、過去に実際に浮気したことがあるよとか不倫したことがあるよっていう方は、やっぱしね、2度あることは3度あるじゃないけども、やっぱし繰り返す方がねいるんじゃないかなと思います。これ男性も女性もね言えることですよね。そうだから、まあこう言って、まあ、ずらずら見ていきましたけど、やっぱし一番最初のここが基本やと思いますね。もう
夫婦仲の関係性がやっぱし一番大事じゃないかなと思う。特にお子さんがいらっしゃる、ね、ご家庭なんかはやっぱし夫婦仲が悪かったりするとすぐ子供もね察したりすると思うしね、まあ、大体もうお子さんはお母さんにつくから旦那様だけがちょっと孤立しちゃうっていうのがねあると思います。私なんかも特にそうなんですね寂しい思いする時ありますね。でまあやっぱしもう家庭内勉強してるよっていう方も多かったりね、あとはもうほとんど無視でほとんど用事がない限り喋らないとかね、そういうのもあったりするかもしれないから、まあお互いね尊重し合えるような、難しいけどね尊重し合えて、ね、感謝の気持ちっていうのがお互いに通じ合うような、ね、関係性やったらすごくいいんじゃないかなとは思いますね。やっぱし不倫とかすると家庭崩壊につながったりするからね、まあ極力やらない方がいいかと思います。極力っていうか、まあ、絶対やらない方が私はいいと思いますね。まあ子供さんもね嫌な思いさせると思いますし、パートナーにもねやっぱし嫌な思いさせるし、その不倫した相手の家族とかもね嫌な思いとかさせちゃうのでね、そういうことに関してはまあやらないとね、いうふうに、まあ、特に日本に住んでる以上はね、やらない方がいいかと思います。では見ていただきましてありがとうございます。ではさようなら。はい、書籍の紹介です、ね、あなたの心と体のお悩み、ね、漢方相談で解決で、そして幸せな人生を変えていくっていうね書籍を出しておりますね。まあどんなことが書いてあるかってはざっくり目次の一部を出てますけども、まあ、あなたのね漢方の体質ってどんなタイプですかっていうのをね、まあ、これ読めば、あ、私このタイプやなっていうのが分かると思います。ね。あと、まあ、漢方薬のね、聞きやすい人と聞きにくい方って言います。その特徴とかね。あとは、まあ、水分の取りすぎでね、かえってそれが病気を招いてますよっていうののお話。あと、まあ、温めることで病気がさらに悪化する人もいますよっていうお話とかね。あと、不老長寿の薬ってあるんですかっていうお話ですね。あと、まあ、病気になるには実はね、意味があるんですよっていうお話。ね。でこっちは生きていく上での、ね、考え方っていうことについて書いてます。まあね、本当の仕事って実は、ね、5つのパターンに分かれます。ねまあ、その仕事でも、ねまあ、あなたはどういうパターンの仕事をされているんですかっていうのがそれで分かります。ね、あと実は、ね、お金を使えば使うほど、ね、増えていくっていうお話をしております。ね、あと時は金なりっていう言葉もありますけども、そうじゃなくて、ね、もう時間は、ね、もっと大事なもの、ね、3文字になります。まあ、そのお話ですね。あとは死んだ後も実は、ね、続きってあります。ね、そういうお話、あと何のために生まれてきたのか、ね、こういうお話と、あとまあ今後どうやって生きていくのか、ね、そういうのがもし興味があればね、ぜひね、Amazon でご購入できます。ちょっと書店ではね、売ってないんです。ね、Amazon でボタンピッて押してもらえば、自宅までちゃんと届きますので、ね、興味あればぜひご覧ください。はい、動画を見ていただきましてどうもありがとうございます。ね、まあ、私は漢方専門の野村薬局っていうのをね、経営しておりますね。で、まあ、あとは興味ある方はね、まあ、ここ漢方専門野村薬局っていう風に書いてますので、そこホームページでね見ていただけたらね、私の考え方とかね症例とかブログとか載せてますね。興味ある方はそちら見ていただけたらと思います。あとは漢方体験 .com っていう風にこれも検索していただけるとね、まあ今まで来ていただいた方の、まあ、患者さんの症例ですね、そういったのもまあ載せてますね。で、まあ、全国の漢方体験のね先生方の体験談というのも見れますので、まあ、検索してググってもらったらね、すぐ出てきます。で、私は兵庫県の明石市の大久保町駅前っていうところでね、まあ、番地まではあえて載せてません。まあ、すぐ下の概要欄見てもらったらすぐわかります。ホームページ見てもすぐわかりますからね。まあ、そこでやってます。ね、で、まあ、いつやってるかって言ったら、まあ、午前中の9時から夕方の6時、午後6時ですね、までやってます。で、木曜日が定休日です。で、まあ、臨時休業はたまにあります。だいたい土日で、まあ、勉強会でね、まあ、大阪とか神戸とか東京とか行く場合があります。まあ、講演するときもありますのでね、そういうときはちょっと臨時で閉めます。そういうときはこのホームページにちゃんと書いてますので、臨時休業で休みますよっていうのは書いてますので、まあ、ご覧になっていただけたらと思います。で、まあ、遠方でね、県外でまあ来られる方もいらっしゃいます。で、ね、まあ、1回目、本当は来てもらった方がよりいいかと思います。ね、ベロの状態とか細かい話とか全部伺いますからね。飲んでるお薬とかサプリメントとかね、朝何を食べて、お昼何を食べて、夜何を食べてるとかね、寝る時間帯とかね、あと便とか尿の状態とか、あとは今までの病歴とかね、そういったものを全部伺っていきますから、だからまあ1回目はね来ていただける方がありがたい。でも難しいっていう方はまあ電話相談とかズーム相談は受け付けております。
ね、の予約も完全にもう予約にしてますので、もうホームページか、ね、ここからちょっと予約していただけると助かります。まあ、電話予約も一応受付はしますけれども、患者さんの相談中の時はやっぱし、ね、時間遮られるので、できれば、ね、ここのホームページから予約していただけるとありがたいです。で、ここまで来ますね。あと、どういう方に来ていただきたいかって言ったら、まずね、誠実な方で、なおかつ感謝の気持ちを持っていらっしゃる方で、謙虚の気持ちのある方ですね。そういう方で、心とかね、体のお悩みの方はぜひご相談いただけたらと思います。ね、いろいろ試してうまくいかないっていう方もよく来られます。早い人はもう 2,3 週間とか1ヶ月とかね、3ヶ月半年で良くなっていかれます。まあ、個人差もちろんあります。もう一回言いますよ、まあ、誠実ね、誠実っていうことは駆け引きしないってことです、ね、損得感情で物事を考えるような人は私あんまり好きじゃないので、そういう方はできたらもうご遠慮ください、ね、他の患者様にご迷惑がかかりますからね。で、感謝、ね、ありがとうっていうことも言えないような方も私人間と思わなくなっちゃいますので、そういう方もできたらご遠慮ください、ね、あと謙虚ですよね。これも言い方変えたら傲慢な方っていうのは私大嫌いなんですね。で、私もそうなっちゃいますので、ね、引きずられると嫌なのでね、まあ、誠実で感謝の心があって謙虚の方はぜひね、ご相談いただけたらと思います。で、まあ、ご相談の時にね、予約したいんですけどって、まあ、ホームページからでも構いません、まあ、電話の場合も、もう漢方予約をお願いしたいんですって一言言っていただけたらすぐに時間取りますのでね。というわけで、今日も見ていただきまして本当にありがとうございます、ね、また次回の動画でね、お会いいたしましょう。では失礼いたします。